はい、どうも、こんにちは。今回でまた Life is Strange True Colors 続きからやっていこうかなと思います。で、今回から、あの、ちょっと、まあ、関係ないことあんだけど、別に <laughs>。見てる方からしたら関係ないんだけど、一応、よくよく考えたら PC で直で撮ってたら、あの、配信禁止区間だっけなそれが、万が一あった時に防げねえって思ったから、ちょっと今回あの、裏で <laughs>、とりあえず裏でプレフォーの 録画機能使っとけば、一応、確か出るはずだから、警告、警告というか、配信禁止区ガナで録画やめましたみたいな、それ出ると思うから、まあ、とりあえず裏でプレホー録画を回してます。<laughs> 見てる分には関係ないんだけど、とりあえずはそういうことをね、一応言っとかないとと思って、はい、やってるわ。で、まあでもそれやってても別にここの画質自体落ちないから、うん、まあ、最初からこれでやればよかったなって今思いました。はい、感想です。そうやっていこう。 あ、ここから始まるんだそうで前回はあの兄さんがまあだからチャプター1かチャプター1であの兄さんがまあちょっとねなくなっちゃってだからまあ今回のこのゲームのあのあらすじの部分でもあるその兄さんの死の真相を探ろうパートがねようやく始まるというところでやっていこうか兄さんええあの事故のこと入社でやってたの ニュースやっかいでもここら辺もあるかもしれないからなー見る。誰<も>えっ、ー、と、ダッキーが、ダッキーが、えー、っと、あヘイブを舞台にする冒険を考えてるんだけど、興味があったら DM してね。あるよね。なんだこれ。次はどんな狂気が現実になるんだ。DM くれればわかる。かたくなに教えんなえー、っと、なんだっけ、ダ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 ービーじゃなくてなんだっけ、ダ、 な、なんて言ってただ、<laughs> えー、だっけ、あー、こいつか。あ、でもメルキル。あー、これ、あれだ、前回見たやつだ。前回見て、あれだ、こあのー、Life is Strange あるあるオートセーブだから、そこまで始まったんだ。座るあ、れた。黄昏れたんです。皆さん。ご堪能あれ。きっと音楽が流れるでしょう。そして回想するんじゃないでしょうか。 いい画角いい画角ですよあいいね何が言ってくるこの街にこれ以上いる意味あるのかなそうだよ、ね、なんかそうねたった数日過ごしただけだしここに呼んでくれた兄さんだって今はもう <laughs> 兄さんがいるから来たんだもんなそもそも弟をたどればだけど他に行くあてもないんだよなうん。ポートランドには戻れないしはいはいはい てかさなんか今更だけどさ、あの <laughs>、ずっとあの、ホームページのさ、あらすじ見たときにさ、なんかポーランドに見えてさ、そうね、俺も集中しないといけなかったわ、危ない危ない、そだから、<laughs> ここで歌い始めるのかい、哀愁 <laughs> したくせ、<laughs> 歌い始めたら一瞬なんだ、<laughs> おもろいな。 なななかなかないぞ歌い始めてから一周って OK じゃあやっていこうか、まあ、一応音楽切ることもできるんだけど、まあ、せっかくだしねつけてこうかなとちょっとりあえずんか誰かに話す的な怪しいなこのバーバーお姉さんと呼んだ方がいいかバーバーこれは全部忘れてバイクで走り去りたいけど、うん、ヘルメットで髪が潰れるのは 無理だな <laughs> まあそうね結構決まってるからな結構決まってるからなやっぱアレックス意識してんだなまあ意識しないでこの髪型できねえかあんじゃねえのこの裏とかさこれでもさどうだっけなプレフォード6巻の時ってトロフィーあはいはいはいなるほどねこれプレフォード6巻ってあれだっけなトロフィーどうなってたっけなお結構 広いなこうやって見ると待て待てあれイ、e、さんいるじゃんこれイーズさん見つけられるやつ少ないんじゃないこれあイー、e、さんみんな気にするなって言うけどできるわけないよいやまあそうだよなだからそのイ、e、ーさんが やっぱ自分がしな前回も触れたんだけど自分がきっと自分のせいでって思っちゃうぐらい賢い子だと思うんだよな大丈夫かお前イーさ何の用わっめちゃくめちゃもう親分ダメだいやまあ少し話しようやっぱ言ってもさやっぱ俺もあの場にいたわけだしなんなら俺の方がやっぱ一応、まあ、妹としてつらいところはあるよ 俺だからこそ話せると思うんだほっといてなんで俺俺の方が辛いんだぞてめえおいガキがやっぱり辛いよねいや俺も大概つれえからなおいいつでも話聞くからねいや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 俺もまあまあ辛いんだからさ俺ぐらいに心許してくれよ頼むから何お前何でお前にオーラあってんの おっマジで兄さんの記事じゃないこれちょっとそういうとこやるよちゃんとこれ大丈夫かこれ兄さんの記事じゃないから大丈夫かこれあーでもあの鉱山っぽいとこ書いてるな建物よしじゃあ行こうかてかさこれ広すぎて <laughs> ちょっと広すぎてねあのこっち側にも道あるんだっていうのが今初めて知ってたからさ ビッカーマン好きとしては評価せざるを得ないないこれ兄さんにさ案内してもらったのはあくまであの表通りだけだったからさこんだけこっち側にも土地が広がってるんだっていうのとあっち側にも行く機会があるのかなっていう方がちょっと心躍るよねこれなんか隠されてんだろうな正直これ行き止まりかあんましっかり見なくてもいいんだけどさあ行き止まりになってるなはいはいはい なななるるほほどど。なんもねえかじゃあとりあえずできるだけあれか人なすかあ失礼ごめんなさいい,いえ <laughs> 何見てんのどこにバードがいんの空をまうりりし姿、絶対この目で見てやるわ純粋なバードをおっちゃん <laughs> にこの人が探してるのって多分鳥だよねえ見つけたら教えてあげようなんかダイアログに更新されたんだけどどれダイアログ ダイアログって何ダイアログが更新されましたってこと、ダイ、ダイアログって何 <laughs> それわかあの、これさ、迷子の意図とかもあんのかなあるんじゃねこれ、そういうサブミッション的な要素もあんのかマスカ。ま、こんにちは。バードウォッチングですかこんにちは。あ、こっち向いてくれませんかそうなんだ。頑張って。あんた、鳥と人間どっちが大事なんですかバードウォッチャーさん。 バードウォッチャーさんごめんなさい目の前めちゃくちゃ草ありますけどもっと場所考えた方がいいんじゃないですかバードウォッチャーさんあ,多分あなたの目の高さ的にちょうど葉っぱですよすごい見づらくないですかウェ、えーイ映っちゃおイエーイ <laughs> あとりあえずでも鳥でもどういう鳥かは聞いてないからな私と鳥見つけたらなんかいいさん<あ>本当にかわいそうにかける言葉もないよこの人んかあるか川のそばに ずっといるよう。あそっかイー、e、さんあれかお子ちゃんのほうかあ,あ見かけたよはいできれば励ましてやりたいもんだいや、まあ難しいよなうーんですか急に俺じゃイー、e、の助けにはなない,いや思い詰めすぎやって俺は役立たずだ。そんな。思い詰めすぎやって,やってまあでも子供だからなそう思っちゃうのかなどうにか助けにならないかってあ保安官だこんにちは保安官 ここにある像がね、あれなんすよ。多分あいつなんだよな。なんだっけいやー、重いながっもえ険、ー、なんかなーちょっとまあじゃあ、我々のために燃料を取ってきてくださって、燃料か。燃料じゃないのか、鉱山だったら。 あんな若さで死んじまうなんてよ。よ汚ねえな、この車。<laughs> そういう、ごめん、そういうことじゃないな。ここ数日、保安官は大忙しだろうな。こんにちは。よ。えっと。元気か。いや、まあまあ、正直に言うと、まあ、でも、まあ。俺から見たら、多分だけどな <laughs>。割と元気だからな。 ただまあアレックスの気持ちになるとやっぱこっちだろう。どっちかというと。いや、あんまり。さすがにな。ああ、ててくいいつっそう言ってくます。うん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 。なん。う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 ん。ん。うん。うん。ん。う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 れうん。う あの事故の証言が欲しいんだがマックが電話ああまあ言ってもいいか別にああでもそっかマックが電話を無視したとかうんたらかんたらの時は現場にいたもんなだから分かってると思うけどなだからマックが電話を無視したは多分あの怒ってる的な描写になるのかなまあとりあえず今日は自分も調査するんです,すいませんコントで受ければ あ、なんか気持ちの整理がつかない。あすまん助かるあ、気持ちの整理がつかないパターンだ。気持ちの整理がついてませんパターンだな。アレックス、割と元気だから、からこっちは多分行けないだろう、さすがに。チキンレースするか俺、ここら辺だと思う、もう。ええ、見たいよ、アレックス。見れないだろうな。これ見れたら広すぎるもん。<laughs> 見れたら見れたり広すぎる。だから多分見れ、見れはしないんだろうな。いずれにせよ。なんか、新しい始まりを告げてるみたい。出た。アスファルトに咲く花のようにね。えなんか、え、なにあの、なにあれ、あのターゲット。ええ、あれ看板じゃないあ、看板か、あれ。めちゃくちゃあれに見えんだけど、あの、なんてうんだっけ。 ポイ,ポイントというかさあの、ゲームとかあるじゃんジューゲーム。ジューゲームとかあれに見えるわ。ここはメインストリートに面していてとても人通りが多いですし近々タイフォンが事業を拡大すれば、はい、従業員も増えてそこの社員の需要も見込めます。なんだまあ事故があったから来ないそうだな。

えっ、ー、てか、カジュアル。お前、徒歩で来たのお前。徒歩で来て、かつ、え、一緒に来たパターンじゃないのお前らって。現地集合待って、デンバーってなんか、あれなのかな過去出てきたりしたデンバー。デンバーはピンとこないんだけど。なんか、デンバーってわざわざ出すってことはさ、なんかあんのかな こちら。何があんの何があんの <laughs> これ何がある場所これ。アウトフィッター。まあ、おしゃれ好きってから服か、服屋かあ、ここは超えられないかオッケーオッケーオッケー。えー、っと、チャリはなくて。で、ジオ今の目標が、レコーデ屋とハーブ屋。 ハーブ屋がだからハーブ屋があれだよなあのー、あそこの家だえー、っと嫁お <laughs> たちの仕事は一体どうなるのお前らが婚姻なんだきっと何の問題もないさそうだろさあどうかなどれが誰誰がどれ上から何の話もねえしな あーなんか息取りが本当に色で分かりそうだな。見てみようか。なんで怒ってんだああまあまあ、そっちならいいや。最近、マたか。俺たちが死後と続けられるかどうかは知りたいね。じゃあ見てみようか。なんで怒ってんだ例の投票が年もああまあまあ、そっちならいいや。 気の毒だよな。おお<う>。<laughs> 今度ビールを奢ってやらねえとな。マックってあのマックね。見てないって言ってるアレックス。そうだ、ハーブ屋にもやらなくちゃ。<laughs> シャーロットが私に話あるらしいし。<laughs> ね、えでも。そうだ、ハーブ屋にもやらなくちゃ。アレックソしシャーロットが私に話あるらしいし。分かった無限ループじゃなかった。あなたはマークの数に比例するのかな。 スポンサーもあれなのか、逮捕者か、春の晩祭り、そっか。もう公平ななな立立場には立てないけどこんなの絶対賛成できない<ー>ヘイブンスプリングスの予算に追加され、町のために使われます。あー、あれか、採掘用って書いてるな。じゃ本ほんとそっちに特化しようとしてるんだな。これ、あれ、ハーブ屋ハーブ屋ってあれか。え、奥さんがやっ 散るとこがあれなんだ。ドラゴンなんとかあるんだ。多分。ウィンドチャイムかいい音だよね。あれか扉開けたらカランコロンってやつ。扉開けたらカランコロンのやつかな。医者に勧められてやったことあるけど、いつも寝ちゃうんだよね。瞑想 <laughs> 瞑想か瞑想はできねえな。とりあえず行こうか。ちょっとすっごい遅いんだ,だ。ハーブ屋にもやらなくちゃ。うん、シャーロットが私に話あるらしいし、ええ。

余計なお世話だよね複雑やってジョールが間に入りますあそうだあれなハーブ屋にもダメ <laughs> だ,だアレックスシャーロットが私に話あるらしいしアレックスハーブ屋に面してるからついに思い出すわシャーロットのことをアレックス待て待てついにハーブ屋思い出しちゃうこの子はえ田舎っぽくなくていい感じだな確かに田舎っぽいびっくりした田舎っぽいって言うのかと思ったマックが無実なら どうしてあんな計画計画って何のことだろうなんとか聞き出せないかなえお前だってえ花屋にいないのお前 <laughs> えお前花屋にいねえの嘘マジでそ,の通りそんなことあるお前お前が花屋にいるもんだと思って今来たんだけどえ開けれるんだけど開かないめちゃくちゃある めちゃくちゃこの辺にあるもの教えてくれてる <laughs> 優しいなめちゃくちゃこの辺にあるものさしてくれたな今つらいことはたくさんあったけど路上生活したことは一度もなかったうんここに住んでる人大丈夫かなじゃあここに住んでる人分かるけどさあのあなここ邪魔だってすが <laughs> にさすがにさえな。ええ？どこ あ、いた。あいつセンスな、真、まあ、逆やん。てか、テントのこと突っ込みたかったのに、ちょ階段の前に置くのはやめろよ、お前テント。邪魔だろ、どう考えても。考えりゃわかるだろう。まあ、来るぞ、また、またシャーロット思い出してアレックスが。 ほらー、ハーブ屋にもやらなくちゃハーブ屋に近いから、シャロットは私に話あるらしいしい位置情報が、アレックスの位置情報がハーブ屋と近いから、アレックスが思い出しちゃうの、常に。ハーブ屋行かなきゃ、あ、スカーレ,カーレットじゃなんだス、スカ、スカーレットっけ <laughs> 忘れちゃった。見つけたよ、バードウォッチャー。葉っぱを見つめてるバードウォッチャー。川に大きい鳥いましたよ。探してた鳥だわ。 ありがとうあ。トロフィー出るな。<laughs> まあ、トロフィーは出るけど、まあね。一応録画禁止区間を防ぐのは目的なんで。おいおいおい。行けよ、お前おい。あ。あ、行きそう、行きそう。えー。ちょっと。お姉さん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 って。あ、あ、あ、いた、いた、いた、お姉さん。お姉さん、よかったね、一回。 一回詰まったけど、お姉さん、見に行くのかなこの人。ちゃんとこういうとこお追っちゃうよ、俺。大丈夫かちゃんと作ってるのかな <laughs> あ、でもお姉さんそこ行き,行き止まりだよ、お姉さん。あお姉さんお姉さんお姉さん、あっちなんだよな。お姉さん、あっちなんだわ。んお,お姉さん 惜しいな惜しいんだよ、お姉さん。あれだって、お姉さん。俺、ラガンで見えるよ。めちゃくちゃでかいもん。ラガンで見えるって、お姉さん。使わなくて見える、お姉さん。ダメだ、お姉さん、ダメだ。<laughs> センスね、こいつ、バードウォッチングの。バードウォッチングのセンスなやつ、こういう感じなんだないい勉強あったわ。あれがバードウォッチングにおいてセンスがない人です。からとりあえずじゃあ、 花屋にいると思われたあいつあやそなっちか。発動しちゃった。こいつ、こいつ、こいつ。これさ、見つけられない人も多いんじゃないこれ。ライリー。ライリー座っていいですかライリー。隣、空いてますかライリー。あ、アレックス。 ゲイブのことゲイブがあれか兄さんかでマックがあいつでエレノアってなんだエレノアは彼女かこの子かエレノアさんいい人だね誰だ私に誰かわかんないっつき言っちゃった最初に大学のことも応援してくれてるもちろん <laughs> それが、私のためだ。あらー。一人にして大丈夫一人にして大丈夫 <laughs> そんなキーラーパス送るまあ、優しい、優しいねでいいんじゃない優しいね。慈愛の人って感じよね。うん。いい家族だね。ありがとう。なんだこの会話なんだ、なんだこの会話 仲良かったんだよね。アレックスが強すぎるって聞けないって普通。そうね。彼のことは。兄のように思ってた。まあそうだよな。いやでもこの、こういう時はさ、焼きお餅とかじゃなくね。<laughs> こういう時はさ、やっぱ、 まあ,あ、そうだな。兄さんを、慕ってくれてる人が多いってのは、なんか、嬉しいな。地方が強くないあんまさ、葬式の会場でさ、焼き、やき餅とか出なくない嬉しいが溢れないなんか嬉しい。ゲイブは本当にいい人だったわ。俺さ、抱きついてもいいんだよ、お姉さん。空いてますよ、僕の。 <laughs> 抱きついてもいいですか、お姉さん。マックが疑ってたじゃないあなたと兄さんのこと。でもあれは勘違いなんでしょうええ。実はだいぶ前にも似たようなことがあったんだけど、その時からみんなに別れろって言われてたの。まあちょっと地雷視するなそうすればよかったわ。 マックは嘘をついてないと思う。ああ、じゃあマック筋字派で聞くか、マック筋字じゃない派で聞くか。まあ、電話を無視したって言い方ちょっとやっぱあんま良くないんじゃないま、あ一応ね。一応彼女だから。<laughs> 一応ね。マックの話は本当なのかなその、怪しくないあれは、え、えっと。 ライリーあなんか出てるぞなんだこれ何か何か企んでるって言う方大丈夫なのかななんかブチギレないあ,あそっかでもなんかたんでるっぽくないあれなのかなライフイズストレンジもそうだけど俺が一回感情を見たから出てきた選択肢なのかな そういうことかな。ライフイズスレンジでもあったんだよな、そういう時。街を出てくみたい。ええついてこいって誘われたの。お別れ会帰りのお時間が終わった。難しい,いなあまだ返事はしてないけど、彼、すごく。 怯えてるみたいだった怯えてるありがとう話してくれて俺さん抱きついていいかなお姉さん気にしないであれありがとうでギュッてできないもういかなきゃうんちょっと用心してら多分あれだちゃんとその人のそう何この感情モード感情モードで見てたら多分気づけることもあるんだ 選択肢としてまたねお姉さんうんまたねこっちに行くんかいちなんて怪しすぎる <laughs> はい確かにそれはいいね行こうぜな、何かあんのかな宝箱があんのかなそうねーだってそういうゲームじゃないからな別にこれ <laughs> そそんなタイプのゲームじゃないじゃん別に やっぱこうストーリーがあって、そこに沿っていくっていうのがあくまで基本だから。この恐竜。恐竜。あらあら、かわいい。ちょっとぐらい、いいよね。これ、行き止まりだもんなあ,あらびっくりした。俺、そうさ、棒でさ、ドーンって扉を壊すのかと思った。めちゃくちゃ頭いいじゃんいいい、ね。んああめちゃくちゃ頭いい開き方してた。でもこれ、人んちじゃね。大丈夫これ。 なんかあるんじゃないですかあこれではないんだ何があんだえこれだけえっそういうことかいそういうことかいスクエにさんそういうことかいそういうのも入れるそういうの入れるこのゲームで そういうの、このゲームで、なんかそういう宝箱とか要素あるんだな、とか思ったけど、結局馬車の車馬車の車輪 <laughs> そういうことする。あ。どこかに犬でもいるのかな待って待って。もう降りたい。さっき触れたよな、行方不明の犬がうんたらかんたらって。おいおい。見逃してないぞ、俺は。また一回ちょっとハーブッくか。ハーブ屋行って終わるか、ちょっと今回。 <laughs> もうさいろんなものがあるからさもう止まり止まりなんだわわかったわかった夜から初めて夜夜大丈夫って落ち着けお前えでもハーベ屋地味に中入んの初めてじゃないあすいませんあ出てきた誰あ妹。あの人ダイアン姉さんだ、ええうん お兄さんのこと本当に残念だった <laughs> なんだそのも、どうか気を強く持ってね。あんま、あんまその肩の持ち方するやついねえけどな。<laughs> あの、あれじゃないワンピースでいうシャンクスとかしか持たなくないそういうも、そういう肩の持ち方。町のお姉さん、そういう肩の置き方しないだろう。う肩に手の置く、手、肩への手の置き方。しねえだろう。う兄貴肌の誰かがさ、やることじゃん。 でもさあそこで出るってことはなんかあの人も怪しいのかなぁそんな気もするよなあの人があれだっけなあの会社の秘書だっけなな,なんか言ってたよなそういうことなのかあいいね可愛いのあんじゃんどうもあるんかやっぱりもう話あるんだって どうしてるかちょっと気になってあこれも一瞬出てきた <laughs> シャラツサん,ん一応元気かな元気だよ一応ねうんまから見たら元気だよ一応ね安心したわ <laughs> そっちは やっぱり私なんかよりずっと辛いよね、ええ、イーサのために何か、を聞いてるんだけど、あ,あの子は。心を閉ざしてたね。ゲイブは父親代わりだったし、そうね。あれから口も聞いてくれないのあんなあの子、初めてよ。 あれあれこれもしかして俺が見たからもしかして。うーん、シャーロットさん。わかるよ。やっぱり親として子供がね、そういう思い詰めてる時ってすごい不安になると思う。けど、やっぱこう、私さ、さっき顔で見たんだけどさ、やっぱこう、ちょっとやっぱ、今は時間を置いてあげた方がいいのかなって、思うところもあったんだよな。シャーロットさん、無理するのをやめてみたら イーさんは鋭いいから、お母さんが悲しいのをめちゃくちゃ浅いじゃん俺の前振り不無理するのをやめてみたら、うん、そうしたらイーさんも素直に悲しむことできるかもよ不可あっさ俺の予想ああそれはそう,かも、ね、そういうことかだけど、あ、無理するってあれかシャーロットさんが無理してるってことか 多分ゲイブがいなくなったことで私たちの間に空いた隙間は埋められないんだと思うまあしばらくはな誰にもこれはあっ逮捕者だ誓約書タイフォンのゲイブのことを大当にしないって誓えば、はあ お礼してて。くれるって許せねえよ。お金で。いいのか、シャーロットさん。いくらぐらい <laughs> いいよ。いいよ。別に聞かなくていい、それは。そんなの怪しすぎる。やましいことがもしないんなら、そんなことするはずない。やっぱり、そう思うわよね。やましいことなくてもだけどな。 企業的にはな困っちゃうからならのものああまあ今後の将来ねおいおいこれあれだん究極の選択じゃない究極の選択のパ,パートじゃないこれほらーその俺が決めることじゃないって <laughs> そんなんさ,さ、こんなさ、申し出を断らせるなんかさ、見方を変えたらさ、あれじゃん。いやいや、兄さんのこと考えたらできるわけないよね、シャーロットさん。って言ってんのと変わんないじゃん。それもそれでちょっとさ、強引すぎないって話じゃん。言ってもさ、私がこうしたいから、シャーロットさん断りなさいって言ってんのと変わんないわけよ、見方的には。 イーののために受け取らせるってのもよくわかんないけどな <laughs> そこまで言ってない。そこまでは言ってないけど。シャーロットさんがそう思うなら、そうすればいいじゃないですかってことであって、別にイーサーのために受け取らせるとは、言ってないんだよな。まあ、悪魔そうか。あ、あの、ゲイブが稼いだ分もあったからな、今までは。 いやシャーロットさん個人経営してるじゃんと思ったけど、まあ、ゲイブが稼いだお金もあったからなんとか生活を工面できたところもあるのかなでもさこれ, <laughs> これど,どうすんのこれはこれ今までのライフイズストレンジ的に考えればその選択って別にそんななんだよそんなにエンディングに変わることなくて 本当最後の最後の選択で変わるって感じだからそんななんだけどこれこれだってさやまあ見方変えれば公きになるかならないかでしょそんなんさだいぶ変わると思うんだけどエンディングがいやーでも俺 むずないこれちょっとむずいんだけど、今までの選択とはちょっとわけがげえわ。なんかそう。どっちでもいいって思ってる俺もいるけど、どっちかにはすんなりとはできないっていう、くそめんどくさいやつになってる今。なんでもいいよ、食べれるもんならなんでもいいよって言って、え、じゃあ蕎麦とかどうって言われて、いや蕎麦はちょっとみたいなのと一緒だわ。くそめんどくさいやつになってるわ。ごめん。今、くそめんどくさいやつです、今俺。 どううしようかなあこれなあなんか断らせるってのがなちょっとアレックスはちょっとねあ選択肢上はこうなってるけど、まあ、アレックス的に多分すごい丸く言ってくれるからお金受け取らせるとかもまあ多分シャーロットさんがそう思うならそれでもいいんじゃないみたいな言い方すると思うんだけど断らせるってのはなあちょっと 俺の思いが強すぎるよなだし、まあどうなんだろうね。結局、今までの傾向からくれば、あの、俺の選択肢によるエンディング分岐はそうでもないから、受け取らせるのかないや、待てよ、でもさ <laughs> 長でもさ俺イー、e、さんがさいたらどう思うかって考えてみてほしくてイー、e、さんが喜ぶお金なのかって思っちゃうけどねイー、e、さんがさ例えばお母さんどこからそのお金がって言ったらさ言った時にお母さんが正直にさ台本者からの口止め料だよって言ったらさ なんでそんなことするんだよっつってゲームがうんたらかんたらじゃんって言う,言うよイー、e、さん多分まあだからそういうとこも含めて断らせよじゃあイー、e、んはこれで受け取ったお金を喜ばないと思うんだあの子はこれはもう決定的だわちょ今まではちょっとあれだったけどふわふわしてたけどこれは決定的だわ断らせよ絶対ダメだよお金がいるのはわかるけどさ うん、そのために魂を売るなんてあの夜の電話のこと証明するだから待ってて待ってて強いなそうよね待ってて強い待ってて強すぎるって全部待っててでいいじゃんじゃお金で口封じししようなんてて何か隠してる証拠だ。えでもねこれ言ってほしかったアレックスも 来ててくれてありがとう。はい、良ければお店も見てって。いいよ見に行くよ。分かった。この子、シーシャって多分ん、たそうなんだよね。葉っぱせのに、こんな高そうなもの使うって。<laughs> 石油をだから、イーさんが喜ばないと思うわ。もしかして、ツルハシだけで療養所を作ったのかなうん。<laughs> はあ、ないか。 おイーさんが喜ばないっていう見方を俺結構頑張ったんじゃない結構いい見方でしょうはい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 。インディカね。インディカ、インディカっつうのインディカ前しか。はい、はい、な、何がな、な、何に対して今発動しただ、こいつ。あれ、でも結構しっかり見てる。

なんかいろんな芸術できるのすごいなかっこいいシャーロットのデザインだなって <laughs> <laughs> すごくねこの店ななんだこれ服も売ってんのかよ化けンかよな,なんかいっぱい作ってんなすげえななんだこいつんだこいつって言っちゃった葉っぱのお茶かたたしみというかたけすぎてるたけすぎてるよお前能力にどれくらいハイになれば こんなさいけな絵が描けるわけ、ね。葉っぱは売るわ。で、ね、絵は描くわ。<laughs> 彫刻作るわ服作るわ。もうお店で買えちゃうから。ヤバい連中は全員失業だね。まあ。服はまあ、言ってもそこはデザインだから、あれか。最近つらいし。こんなので、ちょっとになも。におっと。これはあるんじゃない、なんか思い出が。うんなあ、これ効果あるかな。アドバイス。夜に全然眠れなくて、参ってんだ。 そうね眠れないのならそれを試してみるのはありだと思うわこのグミがへえそうなんあ私はいなかったからですかお兄さん私のことが行き先が気になってたからじゃないこれアレックスちゃん察してもいいんじゃないこれ私のことを思ってってちょっとそれはあれ でも俺のことぐらいしかないよな思い詰めるとしたら。まぁちょっと一旦終わろうか。ちょっとすごい散歩ターンが長くて <laughs>。まぁいい感じにそこら辺をちょっとカットして、まとめるけどやっぱ時間かかるわ <laughs>。まあ最初だからこそな。やっぱ見れるものが多いからさ。なんかセーブしてるななんか来るのか。 来るのか来るな来るのかなんか屋ん違う違う違うマックを探しのあれじゃないって今の <laughs> 今の今のお前の目の動きはマックを探しにじゃないってあのお姉さんもしかして怪しいんじゃないのって夢でしょ今のは。 いやでもあのお姉さんな気するなぁ。なんか。あのお姉さんが直接なんかしてたかっていうよりも、あのお姉さんも知ってんじゃねえかなああいうね、序盤に出てきたギャラが実は終盤っていうのはやっぱ、お決まりの展開だからな熱々の。残念だなあいや、これ次回見ようか。そっか、通行止めになるのか。はい。じゃあ一旦終わるか。なんか更新されてるかなないか。 はいじゃああざした